十倉正和は日本の実業家。住友科学株式会社代表取締役会長。一般社団法人日本経済団体連合会会長。住友科学株式会社常務。住友科学株式会社社長などを歴任した。住友科学工業に入社し、後に住友科学の常務や社長を歴任した。さらに、住友科学の会長に就任するとともに、 日本経済団体連合会の会長にも就任した。内閣府の総合科学技術、イノベーション会議にて議員を兼任するなど、多くの公職を兼任した。兵庫県西脇市出身。兵庫県立西脇高等学校、東京大学経済学部卒業。2021年8月18日。 経団連会館にて、内閣総理大臣、菅義偉と1974年、住友化学工業株式会社入社、執行役員事業家推進室部長、代表取締役常務執行役員などを経て、2011年4月から代表取締役社長、2019年4月から代表取締役会長に就任。経団連の中西広明会長が、 リンパ腫の再発で2020年7月から入院治療を進めていたが再々発し2021年6月1日の通常総会をもって辞任することが決まりそれに伴い公認に内定した弟は物理学者で東京大学教授の重走行期ありがとうございます